ノゲイトは、熱帯アジア、インド一帯に自生する、ヒユカセロシア族の一年草。草丈は、最大1メートル程度に生育し、日本でも関東地方異性の団地では野生カシやレチや、急校地一面を覆う光景などが見られる。園芸品種として、セロシアという名称で、鉢花や切り花として流通している。草丈は1メートル程度に生育し、先端に細長い花壺を持ち、 本州では7月から11月に開花しろうそくの炎のような形をしている。花の色は赤、濃い赤紫色、ピンクから次第に銀色へと変化する。花水は槍のように尖っており、水分が少なくカサカサしている。葉は細長い楕円型で個性。実は花碑の中に種子が一個入る方か。俗名のサロジアはギリシャ語のケレオズに由来するように、 その花が焼けたように赤く乾燥していることによる。種照明のアージェンテイヤは銀白色のの意味。草丈は通常30から80センチメートルで最大1メートル前後になる。盛んに品種改良され、近年は多くの品種が出回っているが、下水がピンク色の原種の野毛糖が日本でも関東地方異性の団地で野生化しているケースも多く見られる。 系統属の植物はアジア、アメリカ、アフリカの熱帯から亜熱帯に30から60種程度が分布するが、園芸植物として干渉用に用いられてきたのは本種と系統の2種だけで、共に高温と乾燥に強く、荒れ地でもよく育つ丈夫な性質を持つ。日本の本州では、通常4月6月に種まき、植え付けをし、6月中旬から11月中旬まで開花が続く。 沖縄県など団地では、冬でも開花する。日当たりと水はけの良い土壌を好み、品種により草丈が異なるため草丈に合った間隔で、苗を植え付ける。土壌の表面が乾いたら、水やりをする。種で増やす。種は低温では、発芽不良になるので、一般に八重桜の花散る頃に播種する。夏は乾燥のしすぎに注意。系統の仲間は、 肥料のやりすぎで巨大化するので要注意。品種としてのゲ当トに禁じしたキャンドル状の果樹を持つコスモシリーズ、スパイキーシリーズなど草丈の低い品種が流通しているが、これらはノゲイトとは別種のセロシアスピカータである。ありがとうございます。